LRV にはアメリカカリフォルニア州サンフランシスコで公共交通機関を運営するサンフランシスコ市営鉄道が所有する路面電車用車両。イタリアのアンサルドブレーダが製造した車両でライトレール路線であるミュニメトロで運用されている。この項目では造備車である LRV3 についても解説する。サンフランシスコ市営鉄道が運営していた 路面電車もは1 9 8 2年2月18日以降、ライトレールのミュニメトロとして、高規格化されたが、その際に、従来の PCC カーを置き換えるために、導入されたのが、ボーイングバートル製の、アメリカ標準型路面電車であった。しかし導入後は、制動装置、乗降扉、電動機など様々な箇所に故障が頻発し、営業運転を離脱する車両が多発したことから、 代替となる新型電車が求められるようになった。そして競争入札の結果、1991年12月6日にイタリアのアンサルドブレーダが受注を獲得し、1999年まで実施された追加発注分も含め合計151両の車両を製造した。そのうち1991年から1996年までに発注された77両は、 LRV に1998年から1999年にかけて発注された74両の仕様変更車両は LRV3 と呼ばれている。編成は両運転台式の2車体連接式で対腐食性を考慮し車体は対候成功が屋根はステンレス光で構成されている。デザインはイタリアのコーチビルダーであるピニンファリーナが手掛ける。台車は 連説部分の1台が、付随台車、運転台側の2台が、ゼネラルエレクトリック製の参照誘導電動機を2機、搭載した動力台車となっており、双方とも枕バネに、空気バネ、軸バネに、ゴム製のバネを用いた、同一設計となっている。制御方式は、GTO 素子を用いた v VVF インバータ、制御である。 各車体の両側2カ所に設置される乗降扉はプラグドアが用いられ、車内には高床式、低床式双方のプラットフォームに対応した可動式のステップが設置されている。また、各車体の運転台側には車椅子やベビーカーが設置可能なよう折りたたみ座席が設置されている区域が存在する。屋根上には冷暖房を管理した空調装置が 各車体に一気搭載されている。LRV3 は、制動装置、運転席、中央部の扉のステップ増設などの改良が行われているが、機器は LRV2 と同様の構造であり、共通運用が可能である。1996年に最初の車両が登場し、同年12月10日から営業運転を開始した。 最終組み立てはバイアメリカン法に基づきサンフランシスコ港の80番サンで実施された。運用当初はアステルブよりも重量が増加したことによる騒音や振動、乗降扉が動作不能となるなど初期故障が続出したが軌道の改良や車両修繕により解消され2003年までに全151両が導入された。故障頻度についても 大幅に改善され、2017年度の平均故障間隔は2012年度から75%も長くなった。これにより、2002年までにアッセルブは営業運転から退き、全車とも廃車された。2017年現在、LRV2 と LRV3 は共にミュニメトロの 全6系統で使用されており、サンフランシスコ市営鉄道が運営する交通機関のうち20%の乗客に利用されているが、2両は事故により廃車されたため149両が在籍している。2014年、サンフランシスコ市営鉄道を所有するサンフランシスコ市交通局は、既存施設の改良や修繕、路線延長を含む、 各交通機関に関する長期計画を立ち上げ、その中で2021年に初期車が対応年数に達する l r v に l r v 3を新型車両によって置き換える計画も含まれていた。これに基づく入札の結果シーメンスが受注を獲得した新型電車 S200 は2017年から営業運転を開始しており、 LRV2、LRV3 は2027年までに全車廃車される予定となっている。ありがとうございます。